はい、こんにちは、トグリーです。今日はですね、ツイッター買収、イーロン・マスクさんが撤回っていう報道があったんで、ちょっとそれについてご紹介しておきたいと思います。まあ、ここではね、できるだけポジティブな話だけを紹介しようと思ったんですけど、ちょっと個人的にはツイッターユーザーとしてこの買収話が非常に興味があるのと、今回イーロン・マスクさん側が、ツイッター買収撤回した理由で、要は合意事項、契約の合意事項に違反があったから撤回するのであると。スパムのアカウントの比率が乖離してるのに、その情報要求にツイッター側が応じなかったとか、直近で幹部とか採用チームの解雇をしているのが企業組織を維持するという義務に違反してるんだというのを発表してて、結構ツイッター側で見てると、やっぱマスクファンの方、イーロン・マスクファンの方がツイッター優先みたいなことを言ってるんで、いや、多分そうじゃねえと思うんだよなと思って、ちょっと記事を書いてみました。まあ、あくまで本当イーロン・マスクさんとツイッター社の当事者の話なんでも完全に想像になっちゃうんですけど、イーロン・マスクさんとツイッター経営陣のコミュニケーションがうまくいってないのは、この買収騒動になる前、取締役ならならないみたいなところからずっとやっぱりすれ違いが起きてるんで、まあ、そこはまあやっぱりその買収しようとする側とされる側だから、まあ、なかなかこう、100%合意するってのは難しいと思うんですけど、まあ、実は結構私の周辺の業界関係者の中では、まあこれは建前で、まあ実際のところは違うよねっていうのが、結構主流になったので、ちょっとそれをご紹介してみたいんですけど、なんといってもやっぱりハイテク株の下落が大きいんじゃないかっていうのが、もっぱらの噂というか想像というか、結構筋がいい想像だと思うんですけど、ナスダックとか、本当ピーク時からもう3割、4割とかの巨大な下げをしてるんですよね。で、ツイッター株も、本来であれば多分すげえ下がってたはずなんですけど、実は、イーロン・マスクさんがその株を買いましたり、買収を宣言したタイミングっていうのが、ちょうどこの下落の最中で、実はもっと安く買えたのに、高値掴みをしちゃってるんじゃないかっていうのが一つですね。で、これよりも大きいのが、実はそのイーロン・マスクさんの資産自体もこのナスダック株下落の影響で、かなり下がっている。まあ元がね、2880億ドルが2100億ドルとか、もうその、3、4兆円が2点何兆円みたいなレベルなのは、我々からすると、30何兆円か。ちょっと桁がよくわかんないですけど、我々からするともうこんだけあったら、まあ、全然減らんでしょみたいな話なんですけど、言うても、まあ今も、ツイッターの買収提案額が440億ドルなんで、2100億ドルあれば5分の1の資産で買えるよねって話なんですけど、ポイントはこのマスクさんの資産のほとんどがテスラの株で現金ではないってことなんですよね。で、ツイッター買収の提案はこれ現金買収の提案だったはずで、現金を調達しないといけないんですよね、イーロンマスクさんはその買収のために。で、そのために、テスラ株を担保に資金調達をする契約をしてたらしいんですけど、まあ、ブルームバーグが7月30日の時点の報道で、もうそのスキームだと、テスラ株が837ドルを割り込んだら、その契約違反になってしまって資金が借りれなくなっちゃうよ、みたいなのが、実は、ブルームバーグの記事でも出てたんですよね。要は担保にして借りるっていうことなんで、で、テスラ株ってそんなに簡単にたくさん売れるものではないので、いくら、マスクさんがたくさん持ってるはずですね。売れば売るほど株が下がっちゃう。で、この記事が出た時にもうすでに821ドルだったんですけど、その後もう実はテスラ株はそのナスダック下落の影響でガンガン下がっていて、まあ、700ドル台前後で推移したんですね。で、まあ、これとこうする形で800ドルを割り込んだあたりで急にマスクさんがなんかツイッターのスパム比率が信じられないから買収を保留するみたいなことを言い出してるので、まあ、これやっぱ界隈の人たちからすると、ああ、やっぱり資金調達できなくなったんじゃないかって見てたっていう。
株価が上がってくれば大丈夫だと思うんで、まあ、イーロン・マスクとしては株価が戻ってくるのを待ってたんだと思うんですけど、一向にやっぱり戻るどころか、さらに下げるリスクすらある状況なので、まあ、撤回っていうしかなくなったんじゃないかなっていうのが、まあ、結構金融界隈とか、ベンチャー経営者界隈の見立てですね。まあ、なので、撤回だと。まあ、実際にはこれ契約はしちゃってるんで、もう撤回はそんな簡単にできるもんじゃないと。まあ、これはその交渉の材料で撤回って言ってるだけで、あと値下げ交渉が始まってもう一回やるんじゃないかみたいな議論もあるんですけど、どうなんですかね。もうイーロン・マスクさんがツイッターについて全くツイートしなくなってるんですよね。なんとなく揉めてるだけだったら、多分マスクさんのことなんで、ツイッターに関してボロスクソに言って世論を味方にしようとするんじゃないかなと思うんですけど、まあちょっとわかんないです。もう訴訟も絡んでるから、沈黙してるだけなのかもしれないんですけど、まあでもね、なんかこんだけいろいろフェイントかけられると、こう、社員もついていきにくいですよね。仮に買収が成立したとしても。個人的には、イーロン・マスク効果で非上場になって新しいチャレンジをするっていうのを実は楽しみにしていたので、なんかね、まあこうなるともうなんか、買収、まあ、撤回が基本路線な気がしちゃうんですけど、まあ仮に成立しても、なんかやっぱりユーザーとしても社員としてもモヤモヤしますよね。いや、難しいですね。個人的には、イーロン・マスクさんが経営者になることによって、ツイッターがこう、第二の創業危機みたいになるのを楽しみにしてたんですけど、ちょっと今のところそんな感じじゃなくなってきたなっていうご紹介です。ちょっとネガティブな記事で今日はすいません。はい、今日もありがとうございます。